トライアルリッスン深掘りライブの26回目ですね。免疫学長選考問題から大学の未来を考えるのその3、問題になっている名古屋芸術大学の卒業式が3月の19日らしいですね。卒業式にはどんな学域が出るんでしょうか。学長名のない学域が出るんでしょうか。今日どんな話をするかということですが、一つは理事会理事者側、特に理事長と本部長、あと理事全員ですね、幹事も含めて、彼らは学園正常化の努力をしているのか、これが一つ目。学園正常化こそが優先課題、最優先課題です。もう一つが、次期学長に内定している方のハラスメント、セクシャルハラスメントが、学生に対するセクハラ問題が浮上していると。このハラスメント委員会の規定に沿った手続きが開始されたのかどうか、それからもう一つは学園幹事、菅理事会がまともに機能しているように見えないんですけれども、では理事会の幹事は一体何をしているのか。このエピソードは試し聞き、トライアルバージョンです。フルバージョンはリンク先でお聞きください。